頭の回転の良さとか言われるとさ、はい、嬉しいよね。本当ですよね、うん、頭の回転がさ弱いからさ、こういうこと言われるとめっちゃ嬉しいんだよね。いや、大王の回転率は相当高いですよ。ただ、まあね、記憶の方は相当短いですけど。記憶力はないもんね。記憶の方は相当、今日の昼ご飯も覚えてないからね。だよ、はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。だよ、僕の話で言うと最近ですね、どんどん体重が増えてきててそうなの。はい、そうなんですよ、うん、だってもう、はい、もう画面越しからでもさ、はい、なんか超えてる感出てるもんね。なんかかつてと違いますよね、やっぱり。本当昔ガリガリガリクソンだったのにね。ああ、そうっすね。もう今では見る影もなくなってしまったな。そうっすね、うん、もう大王と遠征するために確実に1キロ太って帰ってこれるんですよね。そうだね、はい、だからね、年間12キロ太っているわけ、ね、はい、そうですね、そうですね、いいことだと思うよ。幸せ太りだ。ああ、まあそれもあるでしょうね。うん、いいことだね、はい、いや、ありがたいことですよね。はい、非常にいい感じだと思います。幸せだと思ってます、うん、大王にですね、めちゃくちゃ質問が来てて。たくさん来てますね。鬼のように、鬼のように来てますね。はい、来てますね。喜んで、はい、よろしいでしょうか。はい、というか大王、大変なことですね。本が売れすぎて。本当ですよ、はい、本が本当に皆さんのおかげで三釣りまで行きました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。直したい箇所がいくつもあって、四釣りにならないと直せないので。そうですね、早くあれ修正したやつをいくつかちょっと自分の中で納得いってない部分があって、はいはいはい、直してくれって言ったんだけど、はい、四釣りの時にならないと無理ですって言われたので。ああ、そうなんですね、まあ、早く四釣りにならないと直せないというね。そうですね、そうですね、はい、でもすごいことですね。いや本当にね、皆さんありがとうございます。本当に発売5日で三釣り決定。いや本当にね、こんなありがたい話はないですよ、はい、そうですよね、夢のような話でございます。すごいスピード感でしたね。いや本当にね、ありがとうございます。もう感謝しかない。だよ、ご存知ですか。ご存知じゃないです。アマゾンが、はい、全然入荷されないんですよ。それアマゾンの嫌がらせですか。出版社さんからは、うん、アマゾンさんにもう毎日のように発送してるんですって、うん、じゃあどうしてアマゾンは。出荷数の方が多いんだと思います。マジか、そんなに売れてるんですか、はい、すごいですよね。そんなことがありえるんですか。あのアマゾンって在庫数をある程度コントロールしないと倉庫がパンパンになっちゃうので、うん、だから在庫数の入れ方とかも全部 AI が判断してる。あ、 AI が判断するんだ、はい、じゃあ AI が判断してる、はい、僕のしてるのが低いんだな。あ、今まだ低いと思うんですよ。あ、こいつはどうせ売れないから、はいはいはい、まあ、ちょっとでいいやみたいな。それをやるたびに出版社さんに連絡が入って、うん、再入荷。あ、そうなんだね、はい、本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆様の本当に応援のおかげで、うん、YouTube の方もですね、まもなく15万になりますね。ああ、あと1000で。そうですね、はい、ありがとうございます。もうぜひ登録してください。で、15万になったらまたライブ配信。ああ、そうですね、はい、していきたいですよね。ライブ配信しましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、だよ、それではですね、質問が届いております。はい、毎回お二人の掛け合いが面白くて最高です。いつも詳細な打ち合わせありですか、それともテーマだけ決めて成り行きですか。いつも懐かしの J-POP の歌詞を織り交ぜつつの話の展開大好きです。お二人の息ぴったり、そして頭の回転の良さ、素晴らしいです。ああ、ありがたいですね。はい、絵文字をたくさん使っての可愛い感じのコメントを。うさこさん。はい、うさこさんですね。 ありがとうございます。ありがとうございます。僕らはね、オンラインサロンの方々に、うん、結構 YouTube の公開収録とかね。あ、そうですね、来ていただいてますね。見ていただいてますけれども、うん、まあ、YouTube の公開収録来た人たちは大体びっくりするね。ああ、そうっすね。おお、本当ですよね。なんつったって打ち合わせがないからね。テーマだけと言ってもね、質問だけですかね。そう、最近はまあお客様の質問が多いからね。ああ、そうですね、そうですね、うん、だから本当何もなくね、うん、だってあんな毎日毎日1話1話のやつ打ち合わせしてたら時間が足りないよ、うん、いや本当そうなんですよね。分刻みのスケジュールでさ。ああ、そうっすよね。もう今日はだってもう、はい、今日1時間しかないですみたいなね。はいはいはい、あります。5本撮りましょうみたいな、ね、あります、あります、あります、うん、だから打ち合わせねしないから。だから本当ね、ライブでこうやって見に来たお客様はさ、うん、実際に見てありがとう、また登録してねとかって終わって、はい、でまた5秒ぐらいしてね、だよって始まるから、ね、始まりますね、うん、そうなんですよね。 YouTube だけじゃないんですよ、ボイシーとかも同じ感じで。そうだね、そうだね、はい、ボイシーもあるもんね、はい、どういう展開にするみたいな。そうだね、はい、うん、一瞬話しても
すぐ次ですね。そうだからね、他の方たちはどうしてんの、他の方たちどうしてんの、他の人たち知らないけどさ、はい、他の人たちって一生懸命なんか練ってんの、なんか内容。あ、一番本格的にやられてる方で、うん、1本で2週間かかる。1本2週間かかったらさ、はい、月に2本しか開けられない。あの2週間かかるんですけど、うん、そう、2週間を同時並行で何本も走らせてるんですよ。だから週2回更新で、その人たちは週2回更新、週2本上げるってこと。あ、そう、週2本上げてて、あ、じゃあ月8本上げるんだ。あ、そうです、そうです。あ、大変だな。だ、準備も含めて1本2週間かかるんですって、うん。まあまあね、いろんな YouTube の形があるけど、うん、僕らは本当何も打ち合わせないもんね。そうですね、そうです、シンプル、うん、最もシンプルな形です、ね、最もシンプルだよね。もう言ってみればもう本当 iPhone を置いてさ、はい、押してから、はい、皆さんこんにちはって、さよならってこうやって押したのと一緒だもんね、はい、一緒です、うん、大王の大好きな白 T シュンと一緒です白 T シュン今どうされてるんですか、白 T シュンは。いや、また復活してね、頑張って、ね、あ、そうなんですか、うん、めっちゃすごいですね、はい、まあ、でも本当そうやってね、あの YouTube っていろんなスタイルがあるから、はい、面白いなと思うけどもね、はい、まあ、僕らは僕らでね、こうやってこれが定番だから、まあ、ずっとこのままなんだろうね。ああ、多分このままいくでしょうね、うん、でもいいね、なんかこうやって褒められると嬉しいね、はい、あ、嬉しい。この裏側になんか気づいてくださるのは嬉しいですよね。いや、すごい嬉しいよね、はい、うん、こんなね、頭の回転の良さとか言われるとさ、はい、嬉しいよね。本当ですよね、うん、もうさ、はい、なんていうの、頭の回転がさ弱いからさ、こういうこと言われるとめっちゃ嬉しいんだよね。ああ、いや、大王の回転率は相当高いですよよく、すごい回転します。いや、全然回転してないけど、はい、ただ記憶の方は相当、まあ、ね、短いですけど、記憶力はないもんね。記憶の方は相当、今日の昼ご飯も覚えてないからね。あ、そうなんですね、うん、もうその場で全部消去しておかないと、はい、もう頭のメモリーがさ、そうですよね、128メガバイトしかないから。でも大王の場合、その同時で走ってる案件が多すぎるんですよね。まあ、そうだね、どうしてもその場で対応しないともう終わっちゃうんですよ、うん、いや、本当そうだね、はい、ということで、ぜひですね、収録の現場とか見る来る機会があったら、いや、そうね、見る機会あったら、はい、ぜひ見に来ていただければ多分ね、驚くんじゃないかなと思うけどね。そうですね、そうですね、まあ言ってみればね、はい、この YouTube が5本連続で流れてるような、それが収録みたいなもんだもんね。本当にそうです、うん、大王がこの収録の時の前説面白かったりするんですよね。え、覚えてないよ、前説なんてしたことある。あります、あります、あります。収録始めてもまたいらっしゃいますかから始まってそれ前説っていうの。はい、でおせんべいを食べる人がいると思うんですけどみたいな。まあ次行きましょうか。はいはい、はい、もう一個いいですかね。そう、いつも楽しく拝見しております。お、主人と脱サラして開業することを決意して5ヶ月、うん、ついに店舗が決まりスタートしていきます。お、先日大王が紹介していたメタトロンと同じ機械、ニュースキャンでの仕事ですと。まだまだ使いこなせないのでいっぱい勉強していきます。フレッシュフレッシュフレッシュ、松田聖子さんよく歌いました。もうフレッシュフレッシュフレッシュって何言ってるのかよく分かんないけど、はい、メタトロン分かんないですかこれ。全然分かんない。フレッシュフレッシュフレッシュって新鮮新鮮新鮮あっていうことですよね、うん、あのメタトロンってね、はい、すごい使いこなすの難しいんだよ。あ、だからすごい勉強しなきゃいけないね。あ、そうなんです。ものすごい勉強しなきゃいけないから、はい、でもこれ勉強して本当にいろんな体のことを分かるようになると、はい、お客様はすげえ喜ぶから、あ、これね本当に頑張ってほしいと思う。もし、はいはい、ね、これマスターしたのであればさ、はい、どこでされるのか分かんないけど関東近県ならね、はい、僕とジャニーさんが行ってね、行きたい、ね、だから言ってくれればいいね、なんかね、はい、なんかお客様でもさ、はい、この仕事じゃなくてもさ、なんか、はい、他の仕事でもさ、うん、オラが街に来てくれとか、オラが店に来てくれとかね、はい、あれも喜んでいくよね。とりあえずリストに貯めておいて、その地方に遠征に行った時にですね、あ、そうだよね、ぜひ行かせていただきたい。うちこんな店やってるとかね、はいはいはい、うちこんな料理出してるとか、はい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 、うん、でもこのメタトロンとかね、このニュースキャンっていうのはやっぱり喜ばれる仕事だし、うん、やっぱ僕は本当素晴らしい仕事だと思うので、うんうんうん、ただちょっとマスターするのが、はい、覚えることがありすぎて、はい、多分一生勉強していかないといけないと思うので、あ、そういうレベル、すごい大変だと思うよ。覚えることが多分無限にあると思うから、うんうんうん、一生勉強だと思うから。でも、まあ、やってれば爆発踏めばね、はい、どん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 分かってくると思うので、ぜひせっかく脱サラしたんだから。そうですね、成功してくれないと困るからね。そんな脱サラして食っていけるぐらいのメタトロンってその可能性秘めてるんですか。だって高い人3万円ぐらい取らない。そうなんですね。でもこれ機械さ、はい、ピンから切りまであるから分かんないけど、はいはい、安いやつも300万ぐらい今衝撃ですね、うん、だから初期投資額高いですね。でも高いやつだと多分1000万とかするんだよ。上位機種があるんですか。上位機種ある。だから多分それにするとものすごい高いから難しいんだよね、値段設定ってさ、はい、本当に難しくてさ、うん、やっぱり初めはどうしてもお客さん呼びたいってことで、はい、やっぱどうしてもさ、もう2000円とか3000円とかでやっちゃうんだけど、
そうですね。だからこの辺ねちょっと、うん、考えてやんなきゃいけないんだけど、はい、でも本当にいい機会だから、うんうん、まあ、ぜひねその地域の方々のね健康という部分で、はい、いろんな方々のねお役に立っていただきたいなと思うので、まあ本当頑張ってほしいなとしか言いようがないけど、ね、本当頑張って。そうですね。でどこでやってるのかね詳しく教えてくれればね。はい、はい、チョロプーさんですね。チョロプーさん、はい、もうぜひ。僕ね結構メタドの僕結構受けたんだよね。いろんな人のやっぱ人によってやっぱね、はい、いろいろあるから。僕はほらねなんだっけ那覇か。あそうですね、そうですね、うん、よく話をされてるの那覇ですね。そう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 、あの人は素晴らしい人で僕は大好きなんだけど。大王も那覇行った時にたまに行こうとか、うん、ああいやいつも行きたいけど、はい、ちょっと遠いんだよねあそこ。名前忘れちゃった。那覇の中でも遠いんですよ。那覇の中でも遠い。多分この辺この辺出てくるでしょ。はいはいはい、はいね、あれこの間宣伝してくれたの、うん、うちの編集の舞台がですね動いてくれてたみたいです、ね、あ本当誰か連絡行ったのかな。行ってたらいいですよね。あ行ってたらいいけど、はい、うん、本当ですよね。まあぜひ、はい、メタトロンね、いい機会だから、そうそう頑張ってほしい。体験してみたいですね僕としても。いや素晴らしいよ本当に。まあぜひ近所の人はですねぜひ行かれてください、はい、ということで、はい、どこでやられてるのかね、はい、名前と教えてください。そうですね、はい、それでは皆様の実業の成功とそしてですねぜひこの YouTube 見学に来ていただければと思いますので今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので新しくなりましたのでよろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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